私事で大変恐縮なんでございますけれどもですね、9月いっぱいをもってキンスペを卒業することとなりました。そして、KKB もですね一緒に退社することになりました。はい、もうそんな日が来ましたね。何年何年キンスペは？キンスペは6年半ですね。6年半ですね。あっという間でした。はい、いやもう本当立川さんと本当あれですよね、結構絡ませていただいたんですけれども、なんかやっと関係が始まってきたなっていうタイミングでおしまいになってしまって、でもこれはおしまいじゃないんですよ。なぜかというと立川さんは東京に来られるんですよね。だから東京に来るってことはすなわち東京でお会いできますよね。だからなんかあの東京でなんかねちょっとコロナが明けた頃には浩平くんと3人でなんか飲みに行ったりしましょう。ぜひ、ぜひぜひよろしくお願いします。6年半お疲れ様でした。ありがとうございます。6年半ってもう本当に人生の中ですごい長い期間だと思うんですけど、僕らとこうやって番組でご一緒させていただいて、もう立川さんと実際に会って収録させてもらったのはもう本当に多分1回なんですけどいやいやいやお会いしたのがね実際にお会いして、そうですね、思い出をいろいろ振り返ってみて、そうですね、収録一緒にさせてもらったのは1回だと思うんですけど、やっぱすごい思い出にね心に深く残ってるので、はい、あのまた別の現場でねお会いできることをあの望んでおりますので、これからもご活躍どうぞ。いやいやあれですよ、でもあの立川さんと収録したのは多分1回だけだったと思うんですけど、でも僕たちの記憶の中には強烈なねインパクトがあったから、そうです、ね、結構あの移動中の話題にすごいなってましたよ立川さん。あ、ね、立川さんが。そうそう、本当ですか。噂されてる。立川さんの私生活を俺が知りたい。ああ、はいはいはい、ぜひぜひ、はい、そんなつまびらかに話しますので、はい、本当に長い期間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に6年半キンスペ皆さんありがとうございました。もう番組を通じていろんな場所にも行かせていただきましたし、いろんな方々とお会いする機会いただきました。本当にありがとうございました。もう全てが私の財産になっております。またですね KKB を卒業しますけれども、次どこかで皆さんと会う時にはですね、もうパワーアップした姿の立川健太を見せられるように頑張っていきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました。またキンスペ10月から新しいメンバーで始まりますので、どうぞキンスペよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます